夏休みもあと1週間か。夏休みが終わるまでに姉ちゃんたちの中から言い名付けを決めるなんて俺にはできないよ。このまま姉と弟みたいな関係でいたいってのは俺のわがままなのかな。おはよう。おはよう、こうちゃん。ちょっと、コーギー。あんた、夏休みだからって緩みすぎなんじゃない？アンズちゃんはなんで制服なの？私は今から、ホッシュ。ほら、行くぞ。行ってきます。行ってらっしゃい。行ってらっしゃいませ。おはようございます、こうちゃま。サオリね、いつもありがとう。ね、どうもございません。この家のメイドとして責務を全うしているだけですので、どうぞお召し上がりください。沙織ね。はい。何か手伝おうか。こうちゃま、そうですね。あ、主人のお手を煩わせてしまうなど、メイドとして恥ずべきことなのですが。いいよ、何でも言ってよ。では大変恐縮なのですが、買い物お願いできませんか？お砂糖を切らせてしまいましたので。了解。でも、ん？どうせなら二人で一緒に行かない？こうちゃま、それは私に外に出るということでしょうか？そうなるかな。無理無理無理です。いくらこうちゃまと一緒にお出かけできるからとはいえ、家の外に出るなんて。沙織姉は家の中では優秀なメイドさんだけど、極度な引きこもりなんだよな。ああ、できることならこうちゃまとお出かけしたい。でもでも。ご主人様の命令でもダメかな。主の命令に逆らうなど、私の銀文字に大いに反します。しかしこればかりは。嘘嘘、ごめんね沙織ね。じゃあ俺行ってくるよ。あ、引きこもりの私めをお許しください。タイミング悪い。あっ、沙織ね。沙織ね、こんなところで何してるの？こうちゃま、私が至らないばかりに、こうちゃまが雨に濡れて風邪でもひいたれと考えていたら、いても立ってもいられなくった。外に出ても平気なの？大丈夫、沙織ね。やっぱり外に出るのはまだ早かったようです。私は幸せなメイドです。沙織ね、次から無理しなくていいからね。いいえ、主のピンチに駆けつけるのもメイドの務めです。少し前までは私がおんぶをする側だったのですが。そうだっけ？本当にご立派になられました。でね、ももちゃん、補習の先生が私の嫌いなやつでさ。あらあら、大変だったわね。なんか私のこと目の敵にしてくんのよね。妹、行儀が悪いですよ。はいはい、おかわりちょうだい。あんちゃんはよく食べるわね。育ち盛りなの。そう、いっぱい育つといいわね。こうちゃまはおかわりはいかがですか？大丈夫、もうお腹いっぱいだから。そうですか。あ、サオリン早く。あ、はい、お待たせいたしました。
入るわよ。ユリ姉、ノック。一応確認しておくけど、私たち姉妹の中から許嫁を決める話覚えてるわよね。うん。じゃあ沙織が許嫁ってことでいいの？わかんない。わかんないってあんたね。いきなり姉ちゃんたちの中から許嫁を決めろったって、そんなの困るよ。コウキ少しは成長したかと思っていたけど、コウキはまだまだ子供ね。ユリね。でもね、いつまでも子供じゃいられないの。私もモモも沙織もコウキのこと本気で好きなの。アンズのバカは自分でも気づいてないんだろうけど。俺も姉ちゃんたちのこと好きだよ。だからこのままでいたいって。今は私に身を任せなさい。